はい今回は立憲民主党の代表選で吉田晴美さんから政権交代の可能性について考えてお話していきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、リスナー様も思っている方が多くいらっしゃると思うんですが政権交代というのは可能なんですね野党がですね消費税廃止消費税減税を本気で、えー、歌ってですね 野党が一つにまとわれば政権交代というのは可能なんですよ。でそれをです、ね、邪魔しているのはこの立憲民主党、ねえーまあ、野田、あ枝野の、ね、泉のこの3人なわけですよ。で、この吉田晴美さんについては賛否が分かれるんですよね。で、僕も正直言いますが、あの立憲民主党に詳しいわけではないので、まあ、ちょっと調べて、まあ、思うこと、だこの話をです、ね、聞いていただいて。 まあ何かしらのまあ気づきとかまあお役に立てるまあことであったり、まあ、あるいはですね反対意見といいますかそれをあのも持っていただいてもいいと思うんですよ。僕もね正直この吉田晴美さんには期待してるんですけど話を聞くとちょっとねどうかなって思うところもあるんですよ。ただあのそんなことを悪く言うとかそういった話ではなくまあ何かのもうねきっかけっていうかそういうのが必要ですからまあそこにかけるっていうことです。 でこの立憲民主党の代表選でですね、この頑張って、えーまあ、もらう、えー、頑張ってもらいたい、まあ、この方ってのはもう今のところでも3人に決まっているんですね。江田賢治さん、馬淵澄夫さん、吉田晴美さんのこの3人なんですよで、この3人がですね、消費税減税を言ってるわけですね。 ただ、吉田晴美さんのですね消費税減税について調べると、ちょっと引っかかるところもあるんですよ。だからといって別に悪く言うとかそういったことではないんで、あの、まあのま僕もね、えー、この、まあ、正直、江田賢治さん、馬淵澄夫さん、吉田晴美さんのこの3人に期待してます。あのもう、もうそういうね、えー、まあ言い方にしようかと思って、この3人に期待してる。でそれ以外には、もう全く、それ以外があ,あなったらもう終わりだと思ってるんでで。 あの例えばですね、江田さんとか馬淵さんとか、この吉田はるみさんの中で、あの刷新するっていう意味においては、これ、吉田はるみさんが一番今までの状況を刷新できると思うんですが、まあ、問題となっている20人の推薦人ですよね、これが集まるかどうかっていうところが難しい問題を抱えて、まあ、いるっていうことです。 でまあ、そういったことも、まあ、含めてえ、まあ、分かる限りですねえ、まあ、お話ししていこうと思います。で、吉田はるみさんについてですね、僕、あの過去に投稿したら、まあ、ご意見、賛否が分かれたんですよ。で、あのまあ、僕はさっき言ったように、この3人ですよね、え期待してる3人、ね、江田、まあ、健治さん、馬淵澄夫さん、吉田はるみさんの3人なんですが、 まあ、とは言うものの、この吉田晴美さんについて調べると、まあ、いいと思うところと、あの悪いではなく、疑問に思うところっていうのがあるんで、ちょっとそれを考えていきますね。で、あの吉田晴美さんっていうのは、消費税5%を次元的に、まあ、下げるっていう、まあ、ことをおっしゃってるのと、原発ゼロを、まあ、あおっしゃってるんですね。あともう一つ、緊急事態条項に反対っていうことを言ってるんで、僕は、あの緊急事態条項に反対っていうところがいいんですよ。ただ あのまあ、この話をちょっとお伝えしていこうと思いますが、まあ、政治家がですねこう語るものというのは基本的にこのワンイシューという一つのテーマにしないと厳しいということなんでいろいろなことを話してしまうと要するに国民がですねもう何が何だか分からなくなってしまうわけですよだから例えば今の時点でももう3つあるわけじゃないですか消費税5%に、えーねまあ、次元的にですが、まあ、すると消費税減税、まあ、これがいいんですがこの原発ゼロというのもいいんですが この緊急事態条項判定というのもとてもいいんですが、これ、3つのテーマになってしまいますよね。1つのテーマに絞り込まないと、国民がですね多分混乱してしまうっていう、だから、まあ、1つの政治側はまあ1つの,、まあね、そのワンイシューで望、ね、まないといけないってで、そのワンイシューで臨む際にですね野党はですね消費税廃止、消費税減税を本気で言えば政権交代ができるんですよ。でそこに期待したいと、まあ、思います。で僕、個人的には別にワンイシューの話を外せばですね、 この緊急事態条項に反対してるってことは、これはあのとてもいいと思います、他のね、自民党とか維新の会とかっていうのは、緊急事態条項に賛成して、日本誘致に持ち込もうとしてますから、そ,それをまあ反対する吉田はるみさんはいいと思います。で、吉田はるみさんっていうのは、国民目線の話をされるんですよ。それはそれでとてもいいことなんですよね。まあ、あの日本社会で国民の生活が良くなることを目指してますっていうことでおっしゃってるんで、その通りになってもらいたいじゃないですか。 で消費税5%に、時、ま、限、あ、的ですが、減税するっていうことも、それもいいんですよ。ただし、一つ引っかかるところがあるんですよね。消費税減税を生活必需品だけに絞るんですよ。いや、なんでそこをそ絞るんですかっていう、まあ、絞ると言いますか、あね、その生活必需品にだけに消費税5%っていうことなんですが。 消費税の問題っていうのはさまざまなところにあるわけですよ。だ例えば一つは日本国民の個人消費、ね、GDP の衰退、えーねえーまあ、なんていうのかな、循環の悪さっていうのがあるんですが、まだあるんですよね。個人とかフリーランスの方の廃業につながるのはこれ消費税なんで、ここをなんとかしないといけないんですよ。だから、あの、吉田晴美さんにですね、まあ、僕の声が届かないと思うんですけど、言ってほしい、えー、消費税5%減税。 にもうすべてですよ、あの中小企業の倒産っていうものにも関係するんで、生活必需品だけの消費税減税であれば、この企業倒産が止められないんですよね。ここをちょっと考えていただきたいなと、まあ、僕は言っていいか分かりませんけど、そう思います。で、あの、別にあの文句を言うとかそういったことではないんで、ただ僕はあのその話を聞いていて、そう思います。だから、ね、この吉田晴美さんに関して、まあ、反対と言いますか、 賛否の否定側の意見を言う方っていうのは、ここなのかなと思うんですね。別に僕は直接聞いたことがないんで、あのいただいたコメントでですね、ちょっとないなっていうことで、でと当然ですが、その、吉田晴美さんを応援する人もね、ないなっていう人も、意見を言うからには根拠があると思うんです何もなく言ってるってないじゃないですか。だから僕はさっき言ったように、あの変わってもらいたいと思ってます。立憲民主党の代表選でね、この政権交代につながってほしい。その大きなあね、 要因となるのはこの吉田はるみさんだと思うんですがこの消費税減税のことを語っていただいてるんですけど、うん、生活必需品だけだと企業倒産ねそのインボイスの問題について触れないのは何でかなっていうでそれっていうのは国民生活に関係することなんですよ。で吉田はるみさんがですねご本人がおっしゃってたんですが。 支援者と相談するっていうことなんで、そうなってくると、この消費税減税の話がどうなるかわからないんですよねで。別にこれはさっき言ったように、どうのこうの否定してるわけじゃないですよ。だからもうちょっと様子を見てみないとわからないってこと。で、この原発ゼロを目指すっていうのは非常にいいんですよ。原発って日本にいりませんからね、電気不足、電力不足、全くのデたらめですから、原発止まってても電力不足してないんでね、これは違う利権が働いてると思うんで、こういったもの、原発をやめるっていうお考えは非常にいいと思います。 あと政治を動かすのは国民ということをおっしゃってるんで、えーね、あの僕、ね、頑張ってもらいたいなと思うんですよ。だから、まあ、皆さんも思うと思うんですが、100%自分の思っている考ええー、とはちょっとやっぱ無理だと思うんですよね。しかも100%、まあ、みんなが思っている考えを一致して、ですねその意見をまあ汲み取ってっていう、まあ、それこそね、えー、それがまあ叶いそうなのは、令和の山本太郎さんぐらいだと思うんですよ。 消費税廃止を、ねえー、国民の、ね、ほ,ほとんどもう多くの7割以上の国民が思っていることを掲げているわけじゃないですかだから、山本太郎さんというのは政権交代のチャンスがあ、ね、非常に可能性が高いんですが、まあ、ちょっと、ね、この吉田はるみさんについてはそこ厳しいところがあるかなと思うんですがそれでも少なからず、ね、野田とか枝野とか泉なんかより全然、うん、あの変わる、うん、あるいは変わっていくその可能性があ,いあ,のあるしいいと思います。でこの僕は個人的に、 この憲法改正を阻止しないといけない、今、日本国民に何が求められているのかというと、大きくて2つなんですよ。経済政策と改憲阻止ということだと思います。だからその中で緊急事態条項反対というのを、確かご自身のホームページに書かれていたと思うので、僕はそれを見て、うんあの、いいなと思いました。で、リスナー様のコメントでですね、あのちょっといただいて、話があちょっとずれるんですが、そちらについてお答えしようと思ったんですけど、うまくお,お答えできなかったんで。 で僕はあの令和を応援してるんで、もちろん当たり前ですが、別に令和について否定的なことを言いませんが、令和もです、ね、山本太郎さん、ずっと憲法改正を反対してるんですが、この場面において、えー、なぜ言わないのかっていう、まあ、こ,ことをおっしゃってるコメントがあったんですが、これっていうのも先ほどのこのワイン州の話に関係してくると思うんですね。 令和っていうのは消費税廃止を掲げてるわけじゃないですか、消費税廃止、えーね、インボイス制度の廃止っていうのを掲げてる、つまり国民生活最優先を掲げてる、同時に令和っていうのは憲法改正に絶対反対ですが、そのワンイン州から外れるんですよ。 消費税廃止の話をずっとしているのに、憲法改正、えー、反対。ただね、その順位的には、あね、順位がどうかど,どうとかっていうのもあれかもしれない。憲法改正を阻止する方が高いと僕は思いますけど、まあ、そのワンイッシューに外れてしまうから、だから山本太郎さんは言わないんじゃないかと思います。だ当然ですね、あのまあ、そんなことはご本人に聞いたことがないから分かりませんけど、 常日頃からおしゃべり会等でもね、ね緊急事態条項の危険性を山本太郎さんおっしゃってますから、国民は理解し,、えー、しているはずですし、まあ、正直、あの令和を支持してる方がまあねどれほどなのかっていうところもありますが、まあ、そういったところの国民に委ねてるうーんっていうことじゃないですか、で別に僕はその令和を応援してるっていうこともあるんですけど、あのーね、なんか思うことが結構最近あるんですよ。 あの令和にだけあの全てを、まあ、や,やってもらうやらせるっては無理だろうなと思って、まあねえー、消費税廃止と憲法改正、えーまあ、反対であればかもしれませんが。 まあ結構いろんなことが言われるじゃないですか。だから、その1つの政党であり、議員が8人ですから、これから大きくしていこうって言っても、あまりそういった負荷っていうのは無理じゃないかなと思います。でもちろん、山本太郎さんってのはずっと言ってますから、あの緊急事態条項のね危険性をねおしゃべり会等で話していただいてるんで、それがまあ僕なりのそのいただいたコメントの答えです。ちょっと話がねあちこちしてしまっても、申し訳ないですっていうことで。うん、だからあの 吉田晴美さんも、ねえーまあ、本来はわ、まあ、からないですが緊急事態条項反対ということを打ち出そうと思っているのかもしれませんがそれを打ち出すとですね、えー、もうこのワンイシューから外れてしまうでやっぱりあの真面目な話ですが令和の山本太郎さんもそうですが国民の後押し、えー、共感を得るのはやはり経済政策だと思うんですよ。だからその経済政策を前面に出すことに関しては僕は全く、ね、賛成なんですが。 まあ、令和とちょっとっていうか決定的に違ってその国民の個人消費にだけ消費税を向けるっていうのはそれはちょっと僕はどうかないかがなものかなと思うっていうそれは僕の考えです。うん、でさっきお話し,しましたがワンイシューではなくいくつもねえー、なことを掲げると国民がこうもう何,何が何だか分からなくなってしまうっていうことがあるんで。 まあっていうことなんか吉田はるみさんを応援してますが、消費税減税言ってくださるのはいいんですが、事業者のインボイスとか、中小企業倒産の件にちょっと触れてないのが、あちょっと疑問であるということですね。ただし、あのねもっと大きな今度、観点から考えるとですね、とにかく今、流れを変えないといけないんですよ。 野野田芳彦、枝泉健太とこの流れになってはいけませんであの僕はですね結構ショックなことがあってリスナー様もこちら思った方いらっしゃるかもしれないんですが小沢一郎さんがですね何を思ったか野田芳彦を応援してるんですねどうしたんだって話じゃないですかもうけわからないわけですよまあ小沢さんもですね政権交代を当然考えていると思うんですがいやいや何で野田を応援してしまうのって、うん、野田って一番ダメじゃない。 野田枝の,野田枝の、ね、泉って一番ダメなのに小沢さんのその行動が僕には分からないですね。僕は小沢さんも好きですけど、わけ分かりません。だからまあそういったこともあるかもしれないですし、吉田はるみさんの背後にね、えー、まあ小沢一郎さんが回るのかもしれないんですが、とにかく、ねえー、この新しい今までの刷新ということであれば、吉田はるみさんに期待することが必要だと思います。で 今度はですね、吉田はるみさんを応援している方のコメントがですね、SNS に寄せられていたので今度、そのことをあの、ねえー、見ていこうとだから、これっていうのはですね、政治家っていうこともそうですが人としてこの人はいいってい人としてのなりをちょっと思うところがあるんですが過去にですがか、過去のことだと思いますが吉田はるみさんですね、始発から終電まで生活に不安を抱える人々の話を聞いていた相談会をされていたことがあるらしいんですよ。 あこの時点で国民目線の政治家じゃないですか。こういう方に頑張っていただきたいと思います。だから政策っていうのはその、まあ、政治家の,、ねまあその人としての在り方のその先にあるんで、人としての在り方がですね、例えば大企業を向いてる、大企業のための政策に向いてるんだったら論外ですけど、この吉田はるみさんというのは国民の方を向いてるんで、そういった意味でもいいなと僕は思います。だから、さっきお話ししましたが、 消費税減税を、ねそのね、その個人とか中小企業のところに言わないというのはちょっと疑問がありますが、当然いいところを多く持っていらっしゃる方だなと、僕はその立憲に詳しくないんでね、あまり何か言っても間違ってしまうと申し訳ないんですがと思います。で、このね、吉田晴美さんはこの20人を、ね、集めるって推薦人かな、それがちょっと厳しい状況みたいなんですが、ちょっとね、頑張ってもらいたいなと思います。だからもう、枝野とか野田とかいつ見になったら終わりなんですよ。 でこの吉田はるみさんはですね、まあ、その政治家としての経験が少ないということなんですが、そんなことは問題ではないんですよ。小沢一郎さんも後ろでからですね、吉田はるみさんを応援してくれたり、何せ国民の一押しがあれば変わりますからで、令和の山本太郎さんもそうですが、あのこうなんていうのかな、今までの習慣しきたりの中にいる人間では変えられないんですよ。 でこの吉田晴美さんに対してですね、1年生で永田町で手を挙げるのはありえないってことなんですがそんなことは関係ないんですね。今までの在り方を変えるあのそれに取り組もうとするその姿勢ですよね。だからじゃあ例えば1年生で手を挙げるのは永田町ではありえないある程度にならないといけないじゃあ今までの習慣、しきたり永田町のそのルールそういったものに沿っていれば何も変わらないじゃないですか。 でその1年目だから、ね、無理なんじゃないか、その時点でもう終わりですからね、だからそれもね、あのなんていうのかなあー、変わることを放棄してしまってるんですよ。無理だと思って、諦めたその時点でもう,あのもう終わりだと僕は思ってるんで、で僕はあのこの吉田はるみさんっていうのは、まあ、応援してるところもあるんで、まあ、見たんですけど、ご本人がおっしゃってるところ、私が総理になったらっていうことを言うんですよ。でこの言葉に僕は結構期待を寄せるんですよね。あの立憲民主党っていうのは 隠れ自民党でであって政権交代すする気がないんですよ例えば野田義彦とか、枝野の紀夫とか、泉健太っていうのは、自民党のですね後ろに回って、自分たちがうまみをね、えー、それにありついてればいいっていう、その最低のものですから、自民党も最低ですが、立憲民主党ってのも最低なんですよ。そんな中において、吉田晴美さんっていうのは、その演説の中でですね、私が総理になったらっていうことをおっしゃるんで、そこに僕、かけてみたいと思います。まあ、僕の考えがね、まあ、どうなるのかっていうのは分からないし、 で今回のこの立憲民主党の,、ねかあのね、トップについて、鍵を握るのは小沢一郎さんなんですが、小沢一郎さんというのは、ですね、こういったものに関して長けているんで、えーね、小沢一郎さんが、まあね、なんで野田快彦に応援に回るのか、もう意味がわからないんですけど、と、うん、いうことで、吉田晴美さんを、ね、応援していただいて、そこから状況がよく,よくなるとね、えー、まあいいなと僕は思ってる、まあ、僕のちょっと思ったことということで、調べてね、まあ、感想っていうことをお話ししました。 ね多くの人の思いっていうのが同じなんですよ、リスナー様も僕も同じだと思うんですが、まず1つ、自民党の政権交代が絶対に必要、でもう1つ、野田佳彦を、枝野幸男、泉健太がダメっていうことは、あこれが必要あ、この考え方が合致してるとなると、吉田晴美さんっていうのは候補に上がってくるわけですよ、自民党の政権交代が必要、野田、枝野、泉ではだめ、うん、じゃないですか。 だからあのまあ、ね、考え方っていうのはあ、いろんな点で全員が一致するってことはないですけど、この2つの大きなところを、えーねえー、こうなんていうのかな、あまあ抑えると言いますか、共感してるってことでいいんじゃないかなと僕は思います。だから、まあ、どうなるか分かりませんが、江田賢さん、馬淵澄夫さん、吉田晴美さん、このお三方の誰かが言いてます。ただね

役に立てる、まあ、何かの気づきになれることをねお伝えできるように、まあ、頑張ろうと思いますのでと、えー、いうことで今回はここで終わります。最後まで聴いていただきましてありがとうございました。